準決勝です。浅香リンクスと千代田クラブ、隣が滋賀 JM と石川選抜ですね。なんか昨年もこんなんだったような気がします。あっち見ればいい。ああいいところ。はい、ここで。今取ったから。え、みんな帰ったの？うん。もう帰んの？うん。そうなんだ。試合を見ないんだな。だから上手くなるんだろうな。もう終わりだ。そんなに熱があるわけじゃないから。まあでも、もう暑いし帰ったら、ね、明日もあるから、ね、みんなあるからね。いや、まあ、そこまで優先順位が全然違う。俺の中ではね。あれば、実際来週予選選手権予選の人たちはマジで見た方がいいと思うけど、ね、いやこういうの見に来ないとやっぱりそりゃ負けるよって思っちゃうわ。審判の揉め事が多すぎる。
大事に頑張ろう。頑張れ。足をガンガン踏まないか、ジャンプ気味に打つか。カスハンギー上距離がすごい。もう1でいいや。もう1。大丈夫か？あー、そう、歩かないでいいや。一番大事なゲートを通過。第二ゲートを通過。間で中からでいいよ。ここに向かってくる感じで。あーすごい。オーケー。自分とどこまで来るか。いやでも全然ありでしょ。2ターンぐらい話して、コテコテにつけたらいいよ。これが、これ一番半端かもしれない。
ましょう。うまい。うまいな。よかったな、当ててもらえて。通らなくてよくなったぞ。これ次が結構タッチアウトの可能性があるんだよね。やっぱうまいね。外したら瀬戸くんが出てくるかも。どうですかね。4番第2ゲートを通過。4の右でいいや。あ、いいよいいよ、いいとこいいとこ。4、8、6抜かれてもどうせ行くからね。でも次の6と8を当てないといけないです。本当にそう。ある。多分それだと思う。
これガチャったらな、ガチャったら寒い。いや、いいね。これ6で8が当たってしまうのか、9を行くのか。これは運が悪い。大事にいきましょう。しっかり球だけ押す。押すんだ。すごい。落ちた落ちた。落ちた。落ちた。待ってもいいぞ。4の方向を見るような感じに飛んでくれた程度でも飛んでも大事に。8は。頑張りね。
ゲート上です。これがスパーンと面白くまで通ったら激アツです。そっち待ってて、まあ、それはそれで、こっからでいいよ。ユーバルに向かっといて、しっかり1のタッチ点まで。当たってしまったら千代田がだいぶ有利に進めそうですね。これでちょっと何とも言えん感じになりました。5分ぐらいか。なんとかするよ、大丈夫。こっちか。うん。ということは奥側からつけてくんだな。めっちゃうまいこれ。いやー、私もあれぐらいにしたい。いやとしか言ってもらえない。
いや、もう一個こっち入れよう。俺 QW 作るわ。2路線くらいでいい。通し通し、瀬戸4番大丈夫。あー、いいね、いいね。はい、しっかりとこう、あんま狭いように。やべ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 、あ、じゃあ、ベトコが通れば行けない。そう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 、ベトコが通れば行けない。6番アウトボール。翔ちゃん、ちょっと黙ってね。すげえ。8番第2ゲート通過。すげえ。すごい。すごい。